いた。オールタイムインニューヨーク、ワイダーイシムソンインビーインバイティン。オールタイムインニューヨーク、It's been a thrill of heart tonight.Thank you.
Facebook の人、唐沢さん、どうもありがとうございます。いろいろとお疲れ様でございます。私は別に疲れておりませんが、お正月ですね。まだ仕事もないし、あ、明日からまた少しあるけれど、大した仕事の量でもないし、ね。What new have is about 20 years? You haven't changed a bit. Lovely.As ever I must admit. What's new? How did the romance come through? We haven't been dancing.
もうあんまり弾くのないかな、この譜面ね。というか、最近3日から同じこの譜面弾いてるからね。ないや。それとあとはナイトインチンジャーとジャンゴでこの譜面を割った次に行こうね。
ジャンゴと言ってますね。インターネットラジオのジャンゴとはスペルが違って、頭に D がついているっていう。ジョン・ルイス、ルイスの。ジョン・ルイスっていう名前は、まあ、ありふれた名前がいっぱいいるけれども、ピアニストのジョン・ルイスですね。モダン・ジャズ・カルテットの。まあ、初期の名曲。こんな曲だよね。少し簡単、少しだけ。
日のゼロになっちゃった。皆さん疲れたっていうことで、ちょっと生きの臭いなって。まあいいんだけど、なんでいきなり昨日10位になったのかな。この YouTube のこの表示がね、俺わかんないのかな。なんか正確じゃないって話もあるんだけど、よくわかんないこれね。たまにほら、なんか俺の昔からの知り合いで、翔子さんっていう、保守の、翔子さんって二人いるけど、将軍の将に太鼓の子っていう書く方のハンドルの翔子さんがたまに聞いたよというふうに言ってくれたりとか、あとはね、Facebook とか友達の友達とか、よく知らない人がね、たまに聞きましたみたいな、いいねとか押してくれるんだけど、まあこちらからはね、まあ誰かってもちろん分からないから。で、この、内容かもよく分からないのかな。だけど、まあ適当にやってるっていう。まあ、ないしろ、まあ、暇ですから。から本当はもっと1日10時間くらいやりたいけど、なんか別のことをやって、つい遊んでしまいまして。ネットとか。今日何やってたっけ？今日はネットじゃないよ。あれだ。相棒祭り見てたんだ。で、その最後のやつだけ、見たことがあったから、もう見なかったんだけど。見たの、ミス・グリーンのなんとかっていう、これ、評判がよくほら、最後それやってるやつと、それから二つ目が、この、神の秘密だっけ？それから最後見なかったのはその罪と罰っていうクローンを集まった。まあそれはいいんだけど、そのミスグリーンとか見ながらやっぱりね、まあいろいろと、まあ嫌なこと思い出してましたね、なんかね。まあいいや。
に意味はないんだけど、今日もですね、朝から今さっきまでいろんなことをね、考えて帰ったりしましたね。朝はほら、ミッセル・アンディが好きな、さっきなんていうその意見に答えて、てかまあ自分の感想とその時間、って書いて、それから何したっけ、ライブを見てから、何か、別のこと書いてましたね。まあ時間の問題なんて難しいし、いろんな意味で、いろんなアプローチでも、まあ、もちろん私にも問い合わせていけないんですけど、まだ私はこう思うということを言ったっていうことです。ただまあよくまあよくまあよくまあ意見は言うんだけども、よくね、退屈だって言われましたよね。それは退屈なのはわかるけれども、まあ、過去の説の整理みたいなことでも、それはまあ新鮮にもないし退屈だってことなんだけど、まああとはね、まあまあ、いろんな人名を挙げすぎて、まあ、ダメな議論だっていうようなこともよく言われたけど、それもそうなんだけれども、確かにその、まあ、時間により別に何かテーマについて言うとたくさんいるから、まあ、どういう意見 A があったら B っていうのは、していかないといけないんじゃないかと思ってもするからね。でもそれはまあ退屈だから、もう俺はその人のってことは、D っていう人によく知らないんですけども、現象学の人らしいけども、そうしますとね、やっぱりもともとはそのフッサーの時間度があるんじゃないかと思ったりするみたいな、まあ、退屈な話で申し訳ないんだけども、そうしますとね、主観的時間と客観的時間と阻害というよりかは、まあね、内的時間意識とかそういったものの流れという表現もしていると思うけど、そういったまあ主観的とか内的とかそういった問題だから、まあ、阻害というか客観的な時間はまた別の話なんだね。まあものすごくまあ初歩的というかまあ教科書みたいな話ですまないんだけど、そんなふうに思ったりもします。だからね、まあそういうことっていうか、まあ、すごくものすごい詩弁ではなくて、まあ、平明っていうか、まあ、日常的なことから扱っているんじゃないかというようなことに、まあ、そういう神話的なことを読み込む人って結構いるわけですけれども、テキストの読みというよりかはまあイメージみたいな話になっちまうけど、フッサールといってもフッサールもいっぱい書いてるわけですけれど、まあまあ非常に優れた読み書と言われている新田義弘の現象学とは何かっていう講談社学術文庫を読むと、
要するにその主観、そしてまあ不爽やかな意識ということを考えたら、その時間の流れの流れということだと、何かを対象化する私と対象化される私みたいなね、そうすると何かを振り返って把握したときには、そして過去論になってみたいな。で、その私はまた次の瞬間にまた把握するみたいな。平面なことなんだけども。まあ、そういう二つの、この絡み合いみたいなものがあってさ。まあ、そういう生き生きとした、まあ、形を持たないものと、それが対象化されて凝固したものという、そういった二分に考えると、そういうの多いですよね。だから、なんだってことはありませんけど。だから阻害アリエネーションとか多様化譲渡、その自分だとまあその他者のうちに移行するであるっていう、そこがまあ派生としてまあ狂気という意味もね出てくるわけだけれども、そういうことになるかどうか知らないけれども、何かその主観の意識の流れかなんかとすると、そういったまあ生き生きとした時間そのものはまだ対象化されないし形もないけれど、それが何かの形をとってした場合に、それがまあ阻害された理由だというふうに見るのかどうかということだけど、そういうパターンの考え方があるというのは知って、まあそうあるんだけど、そういうふうにしてまあ見ても、まあ時間についてはまあね、まあ経済現象というか資本論みたいなことに関してもよくわかんないんじゃないかというふうに思うけど、まあ、そもそもまあマルクスとか資本論に興味がないと多いだろうけれども、まあ、資本論ではそのさっき言った2つの対立っていうのは、生きた労働と死んだというか、まあ対象化された労働という2つの対立で出てきて、生きた労働はその個々の労働者、またそれは集団的にまあ協業とか分業とかで、それなんだけども、死んだ労働というのはそれが何らかの成果とか何かとして対象化されて実現されたもので、それともそれはまあ広い意味の資本というかね、何らかのもの、その生産されたものの成果みたいな、ね、その2つの関係が、ね、問題になるわけで、それをまあ阻害とか多様化浄土というふうに言って意味があるかどうかはそれは分からないですね。もう一つは、これ資本論ではなくて、まあ、共産党宣言とか、彼48年くらいからあるような、生産力と生産所関係の矛盾の弁証法ですね。なんか生産する力があってだけれども、その設備とかなんかでまあ対象化されるわけだけども、だけどまあ技術革新とかなんかでまあ時代遅れになってしまうから、それが逆に漆黒になってしまうみたいな、弁証法というのはまあ当たり前のことなんだけど。技術革新とか何かある限りですね、そういった2つのものにもその数を重ね合わせられるけども、まあ、だけども大雑把な話でさ、そういうまあ労働者の労働とそれが生産した何かとか、その集合体とか実質的な生活とか、まあ、あるいはその生産所力と所関係みたいなことで言っても、あんまり個々人の時間性も、あるいはその集団的な記憶とか、あるいはその歴史ということもですね、あまり見えてこないんじゃないかと思ったりもします。それからね、そういったまあ時間についてまあどう言えばいいのかな。概念的に考える場合、概念的にどこ言うかな、まあ、忠実的に考える場合と、ポエティックなというか、例えば、
カイロスっていう、まあ、後期とかそういったものであるとか、ね、だからその時間の中の、まあ、特異なポイントみたいな、ね、もうそれはこうやってのっぺりとした時間数よりかは何か、まあ、構成されるものとか、例えば、まあ、少し前に言った論的時間っていう3人の囚人がいて、その背中にさ番号札が貼ってあって、でそれはあのお互い自分では見えないわけだけども、であの他の人の番号を見てそれをなんかね申告したらその囚人だけは助かるっていう設定の、まあ、論理的な設定なんだけど、そうするともお互いにお互いの背中を見ようとするわけだけど、そうするとまああのその数字を見るとき、そしてまああのまあ、どれだけ短いであればそれを考える時間、それから行動に移すときって3つのフェーズが区別されるということだけども、まあ、それはまあソフィズム、偽弁というか、まあ、実際にはありえないんだけど、条件が完全に同じだと仮定すれば、まあ、誰も勝ちようがないというか、3人とも同時に相手を見たら一達すると。現実問題は例えばその7個の偶然によって誰かが勝者になるわけだけども、そういったことじゃなくて、まあ、論理的にその3人の証言がみんな同じだと想定すると、まあ、解がなくなるみたいなね。だけど、この場合は特定の時間の点というかないかは、あの認識したらそれをこれを移すという、ね、その瞬間が問題なわけだけどね。そういう思考法があの、まあ、さっきの時間と資本論で答えたその価値形態になるんじゃないかという話を午前中したと思うけどね。まあ、つまり、まあ、あの何か商品と商品が統一されてそのあれで、まあ、貨幣が生成してみたいな、ね、で何か売りのポジションと買いのポジションがあるみたいなことだけど、でそこでまああの命がけの飛躍っていう、まあラテン語であれだけども、それが一人歩きして有名になったけれども、まあ確かに商品があって売れなければそれ価値実現されないから結果的にはダメだっていうことなんだけども、そうだけど、まあ当たり前だけど、まあそれはまあ現実にはそういったまあ飛躍って現実さまざまな仕方で避けられて埋められたりしているっていうのは、それはまあ昔からみんな気づいていることで、うん、だそういった経済的な仕組みとか、あるいはそのポジションの特性と主体というか個人、あるいはその集団の何らかの時間性とか歴史ってどう関係あるのかっていう、ね、テーマになるかもしれないけど、でそういう方もあるんですよ。私の記憶違いじゃなければその資本の時間っていうタイトルだと思うけど、エリック・アリエーズっていうドゥースのレジスタンの人 で彼がまあそういう、まあ、資本の運動と時間性という本を書いてるけど、まあ、フランス語ですのでね、私はあまり流暢に読めませんけれど、彼もね、まあ、もともとの、まあ、アリストテレスに帰って、やっていたと思いますけど、まあ、そういう、まああのまあ、マルクス経済学と、まあ、アリエーズは経済学者が哲学者だけど、この時点でもそのアリストテレスまで帰ってというパターンというのは日本にもいますよね。この前言ったけど、ほら本山富彦のノミスマとか、で近代というかその18世紀19世紀の政治思想ですの経済思想と比べるとアリストテレスは古来ですからね、まあ、奴隷制にされた経済だし、あの
何か交換される商品っていうか、商品じゃないけども、なんか物って2つあるときに、つまり共通の本質があるというところまでは気づいていたというふうに、マークスは本に書いてますけども、ただまあそれがその共通の価値の実態が労働であることには気づいてなかったという、奴隷経済だったからというのがマークスの意見だけども、果たしてそうかなかったのは疑問だけども、もう一つはまあそういうアリストテレスの社会考察は多分政治学っていう書に書いてあると思うんですけれども、あの政治的にはその、ね、自由市民がいて奴隷がいて何がいて何がいてっていうような社会関係が何だか別のそれから生成してきた行きつけるものだとしてもまあなかったということですけど、ね、それはもちろんマルクス自身にルソーが言っていることですよね。ですからまあ現代からアリストテレスに培えるという人が、まあ、結構いらっしゃるけれども、そういうようなまあ古代と現代の違いがあるみたいなね、まあ、そういうことではそもそもその時間の話をするときにもですね、最初に言ったけど、まあ、古代まあ運動の数という、ね、時間というのはね、それはアリストテレスの自然学ですけど、なんかね、そういう、よくも悪くもそういう古代人の思想とかその世界イメージと、これはかなり違うものがあるわけだけども、例えばその、まあ、近代的な世界、物理学でも何でもさ、直進運動が基本だという、もちろんそれは現実にはそれは、何も抵抗とかそういったあれがなければ、直進進むなという基本だけれども、アリストテレスの場合はその円運動ということだし、それからそれぞれの事物というのはそれにふさわしい場所があるというそういう古代的な考え方だし、それはその社会に関しても自然に関してもそうですし、だからまあ自由市民と奴隷がいるとか、ね、ギリシャ人とか横人がいるという場合にその違いとか不平等の起源ということは考えなかったということだし、物体に関してもそれがふさわしい場所に運動という。ことでしたし、で話はまずその運動の数っていうのもその分かりにくい言い方だけれども、なんか物の、事物が運動するというそれを離れて時間っていうのはないんじゃないかっていう、まあ常識といえば常識的な考え方なんだけれども、ただまあ近世近代は、まあ、その運動と時間との関係ってまた少し微妙になってますよね。一つはまあそういった個々のものがあってその運動の関係とかないかでから時間を考えるというまあ関係主義的な考え方ではなくて、まあニュートンみたいな絶対時間みたいなものとか、あるいは哲学だったらカントの先見的な超越的な形式、感性の形式、直感の形式みたいな、ね、それはないか個々のものの運動とかその知覚に依存するということじゃなくて、その条件っていうことでしょ。だけど、まあ、まあ、俺は物理学のことで知らないけど、それはまあ、関東の時代、18世紀。だから、もちろんその後、どんどん変わってきてさ、今は違うわけだけども。で、その当時であっても、まあ、例えばそのライプニッツの考え方は違ったし、今はもう左右化されてるわけですけどね。例えば、俺はこの前ってまた半年以上前かもしれないけども、見て驚いたんだけど、ハーベイっていう人がいるじゃないですか。最近の頃はネオリベラリズム批判とか有名な人だけども、マルクス主義者だけどさ、なぜか彼がその時間についてその本の意思を抑えて感じていて、その時もそのライプニッツのニュートンと少し異なる関係主義的な考え方が触れられていて、まあ、それがその現代的な、まあ、物理学であれば哲学であったらホワイトエッドとかとも近いんだという論じ方されていてさ、そのハーベイってこういうことにも関係あるのかって驚いたけどね。ホワイトヘッド
というのはまだほらラッセルとかビトゲンシュタインと決別する前のいわゆる科学哲学三部作で述べていたその延長抽象化の方法とかあるいはその要するにまあそのホワイトヘッドのまあ初期の意見ではその時間というのは複数の出来事イベントですよね。それのまあ廃止とかその関係性とか事後関係とかその関係性から時間を見るべきなんだという意見だったわけです。その場合のまあイベントっていうのはまたはそのドゥルーズのようなまあ特殊な意味ではなくて普通の意味ですね。何かのが起きるみたいな。ただまあちょっと違うこともあるんだけども、普通の意味はないです。まあ、そうするとまあ複数のイベントの間のまあ関係からまあ時間を見るというのはある意味関係論的な考え方。なんだけど、まあ、後期のいわゆる形状期になってから家庭と実在とか関連の冒険、まあ、それが2つの大きなそこに家庭と実在が後期になるとよく分からなくなってきて、そうするとまあね、そんなものは宗教だみたいに言う、まあ、ラッセルとか、ビトゲンシュタインが実際違反していて、まあ、彼らはまあ、そういう後期の不安定って言って詐欺師だみたいな、詐欺師っていうかまあね、全然、ナンセンスだみたいなことなんだけど。ね、確かにね、その晩年っていうのはよく分からないんですよ。それはね、単に、まあ、自然認識とか、まあ、物理学、必要なんかにも時間というものだということではなくて、何かを想像する時間性とか、さっき言った、まあ、カイロスに近い特殊な意味での、まあ、時間みたいなものを考えるからで、そうするとね、まあ、形状ということになって、自然だから、まあ、そういうのを嫌な人はついてこれないということになってしまった。そして、ホワイトヘッドに由来する神学というものもあるし、確かにまあ宗教的な一面であるんですよ。それでまあホワイトヘッド自身の言葉によって彼が引用していることだけれども、時が止まるというのがまあカテと実の中のまあ有名なあれであって、でそうするとまあ物理学的なくて物理的な時間ではないところの、まあね、ものが共通されているわけでさ。それは一つは過去の事物に関する、まあ、永遠的なというか、まあ、エターナルなというかイデア的な何かですよ、ね、過去に関するね。でさっきその少し不安を言った時に、まあ、何か対象化する自分、対象化する自分とされるものがっていう相克があるみたいなことを言ったけど、対象化された過去の方だけですね、過去の、ね、ものがホワイトヘッドの表現だと、まあ、エターナルオブジェクトということになってるわけだけどね。ただまあその場合のエターナルっていうものの位相ってよくわからないっていうことと、それからね、もう一つはそういった、まあ、神話的なというか形状的なものとは反対だけれども、もう一つはね、もう少しリアルな考え方があって、それはね、今とか現在とか瞬間に関するもので、ホワイトヘッドはそこでね、ロックの人間実性論から引用してるわけだけれども、あんまり人が引用しない箇所、時間に関する箇所を引いていてさ、まあ、つまりそれはロックの認識論とかないか、哲学の、まあ、本流と思われていない部分なんだけども、それはね、まあ、時間というか、まあ、今とか一瞬、瞬間というものは、まあ、その水滴が一滴って落ちていって消えていくように、そのロックの表現では、まあ、英語に消え去るもの、エターナル、ペリッシュだっけ、つまり英語に消え去るものだという、それ現在の一瞬一瞬に関する規定で、でホワイトヘッドはそれを高く評価するわけですけどね。そういうふうに今のこの一瞬というものは
まあ、次から次にも英語に消えていきますが、他方その過去に関して、過去の事物、エターナルの過去の事物とか出来事に関しては、それはどういう層なのか、関連という層なのか、意味という層なのか、それは分かりませんけど、まあ、一種のイデア的なものだと見たわけですけれども、それとものすごいウルトラ形状学というか、まあ、またかもプラトンみたいなと思うかもしれないけども、そういう発想をした人はまあ19世紀、20世紀の初めに結構そんなにたくさんじゃ結構いたみたいなね、思うけど。例えばその、少々似てるところもあるけど、まあ、違うから、まあ、よくその比較でほら、話題にされるパースとかね。パースも、まず彼はまとまった著作はないということと、まあ、日本の翻訳も少ないし、原書でも全部出てくるか分からないし、ね、それから読んでもいても断片だし、完成されたものが多いし、さらに読んでも、まあ、よく分からない表現も多いからですけどもね。という、まあ、脱線的な話でした。そう、だから何が言いたいかというと、今日も一時間考えたけど、まあ、昼間というか朝、小田急郎に行って帰ってきてからは、まあ、その小田急さんに答えてることを少し考えてたんだということでしたね。だから何だということはありませんね。そして、そういうものと、記憶とか歴史とかのまた別の話になってくるって、ね、まあだからその、なんだ、ミシェル・アンリーって言ってるのがよく知らないんですけれども。まあ、仮に今、資本論な資本論のに関する経済学、狭い意味で経済学じゃなくても、経済的な論述と時間性ということであれば、まあね、そういったまあ資本論論って抽象的だけれども、あるいはその生産主力と生産関係の総国のその当時、その時々の関係ということに応じたまあ歴史ということがね、まあ問題になるんじゃないかと思うわけだけども。資本主義のそもそもの生成、その前史がある、まあ、根源的に聞くと、まあ、資本主義の生成と、まあ、古典的な自由主義、それから、まあね、いわゆる帝国主義、いわゆる、まあ、金融、資本とかなんか集中したとか金融の資格が多くなった時代、それから、まあ、世界大戦を経て、戦後体制、それとまあむき出しの帝国主義というよりかはまあね、二つの超大国の緊張関係、冷戦というものの背景に、そしてまあ西側陣営はそんなに簡単に世界主義革命が起きないように一部分福祉国家とか何かを取り入れた修正資本主義とか権威主義でやったという戦後があり、ただまあそれはそのソ連統合が崩壊する少し前から、いわゆる、まあ、新自由主義の初期によってはフリードマンとかないかで、権威主義はその公共事業となんかと、まあ、ダメじゃないかみたいなことで、まあ、来て、それから、まあ、冷戦終わって現在に至るという、まあ、それはまあ狭い意味での、まあ、中心的な時間じゃないけれど、まあ、それはその経済的な何か、と歴史の関係としては、いや、さっきの話はもうちょっと強化してくれさ、申し訳ないんだけど。と思ったね。だから今言ったのは大雑把なイメージであって、現実にはね、数字、統計っていうか、まあ、経済グラフみたいなのあるじゃん。
言わないとね、ダメなんだもんね。俺は別に経済の専門じゃないから、そこまでできないっていうことだけど。そして今言った、ね、暗い世界があり、中世があり、それからまあいろいろあるけれども、まあね、根源的、地球的、建築からいうもの、まあ、暴力的な集奪、まあ、あとはその農民を追い出したり、土地を囲い込んだりして、とか、そういったさまざまなプロセスがあって、非常にまあ産業資本主義が成立してきて、古典的な自由主義的な資本主義と、それから19世紀終わり以降のみたいな、ね、ただまあ歴史としてはもうちょっと厳密に考えるとまずいですよね。そしてまあそういうまあ大雑把なまあ歴史としての時間と、まあ、個人のあるいはその集団的な記憶と、あるいはそれから少し抽象的な個人の時間性、それからまあ客観的な物理的時間の関連というのは難しい問題ですよね。ただまあ物理的な時間、物理学的な時間というか、まあそれと主観的な時間の阻害とか、そういうことではあんまりないような気がするけどね、まあ小野の場合はね。まあそういう話を聞くとね、ベルクソンとアインシュタインの論争みたいなものを持ってもね、つまりアインシュタインはその時間というのはその空間の第4の次元に還元されると思ったけど、まあベルクソンはそうではないんじゃないかと思ったけれども、まあ、最終的に自説は引っ込めてしまったわけなんだけど、でその持続と同時性とは絶版にしましてね、だけどまあベルクソン死んでから結構、まあ、100年経たないけど結構経ってるから、それだったらもう出てるし翻訳もされてますけど、それはまあそれはまあ哲学者としてもアインシュタインの音を挑んだけれども、まあ、最初から自信が持てなかったから、まあ、とりあえずまあ生前は絶版にしていたということだったけどね。だけど、まあ、俺は思うに、それは最初から話が噛み合わない、うん。だってその内的な、あるいは主観的な時間としての持続とかいうものは、ベルクソン最初の方が書いていたものですけれども、まあ、それとですね、物理学的な数値形式を示される、あるいはその計測し得る時間っていうのが、話が噛み合うわけないから、なぜならばその場合の持続としての時間っていうのは、そもそも、ね、その近代科学的な物理学的な時間でないと同様に、そもそも最初からその運動の数とかいうようなそういう時間でもないからでしょ、まさに内的な時間でしょ。そうしてしかもですね、そういうものが単に別なんであってさ、その阻害とかアリエネーションとかいう関係があるのかどうかもそれも分かりませんよね。まあそういうまあ産業文明を嘆くみたいな意見ってのはたくさんあるけれども、あんまりピンとこないっていうか、まあまあそれはここ一時検討が必要だけれども、エルンというかスノードケーの人とかハイデガーの時間論とかあれやかれやがあるわけだけどね。まあ、つまり個人的な、あるいはその私的に内密に過ごされる時間と計測される時間、あるいはその客観的な事物の時間は違うんじゃないかというのは、それは違うのは当たり前ですから、ね、まあ、それは別に阻害とかなんかとかいうことではないんじゃないかという思ったりもするわけですよね。
それからね、もう一つ、まあこれもちろん、自然科学ではないし、哲学といっても、非常に特殊なというか、もともとカントの特殊な解釈に由来する一つの意見があるわけだけれども、それはね、まあ、想像力というか、まあ、構造力と時間との関係についての意見で、想像力、あるいは構造力というのは、どうしてこれは、アイン・ビルグンストクラフトということだけれども、これはね、英語の話でもイマジネーション、イマジナションだけれども、そのドイツ語を開いてみるとですね、ビルドが像とかイメージということで、ビルドングス、その像を描くとか作る、クラフトは力ということだけれども、要するに、一つの像を描く力ということですけれども。で、何が言いたいかというと、その、サイグス・ヒロトという人がいるわけだけれども、彼がね、技術層の探求という本で少しということだけれども、彼はそういう、まあ、像を描く力のとしての、まあ、アイ・ミルグス・クラフトの関係を離れて時間って考えられないんじゃないかという一つの解釈をしてみたわけですね。例えばその純粋実践批判における自己触発というのは計算のことであったとか、あるいはそれだけではなくて、実際その三角形とか円を描かなくても、その線を引くということ、C の中で、線を引いてみなければ、それを思考することができないというくだりがあったりするわけだけど、で、三枝ひろとは、そういうことと、時間差を結びつけるわけだけどもね。だけど、カント自身のオーソドックスな解釈というのはもちろん、時間っていうのはアプリよりな先天的な形式ですよというのが公式的な理論ですけど、ただそのカントはそうだけども、その後はさまざまなドイツ関連のそれに限らずいろいろいたわけですけど、それがどうだったかというのは分からないけど、だけどその後の展開でもし何かあったとしても、それはカント的な批判を踏み越えた形状があった可能性が非常に高いし、でそれに近いのが、ルドゥーズの再探求ですね。それはその想像力からの時間の発生ということを書いているけれども、よくわかんないですね。なんか神話的な意見のような気がする。でそれは単にその哲学者の、思考実験みたいなもので、その原因というのは全く意味がないのかというと、さっき言ったベルグソンとかドゥーズそうだからね、誤解されたと言っている人もいる、無性化師もいるんですよ。それはプリコジンって言ったんだけど、で彼が科学哲学者というか、ジャーナリスト的なそのスタンジェールという女性の人と二人で本を書いているわけだけれども、混沌化の秩序とかなんとかね、それで哲学も用しながら変えないの意見を述べているけれども、ある意味ではルーズなと思ったけれど、例えばその時間というものには6ページと1文字が向きがあるんだみたいな、そういうことがその彼の物理学上から示せるということなんだけど、でもそういうことだけだったら別にその、ベルグソン、ハイデガー、ルーズが関係ないっていうのを思ったりするからね。そして科学といっても別にプリコジンだけではないだろうから、いろんな人といろんな意見があるでしょうからね。ただそういう新しい科学って、その何十年も前の新しい科学だけども、いろいろあると言われてもね、なんとなく
それはもう創発とか創発というか、まあ、クリエーションとか、なんかそういったものも取り扱えるみたいな、そういった科学だとすると、いわゆるこれまで自然科学的なものなのか、それともなんかもっと別のものなのかっていうのはね、大きな疑問ですよね。それについては、まあ、専門家の皆さんの意見をね、お伺いしたいと思います。Thank you.
Thank you.